そしてですね、ここで2021年度のアジア人権賞、これは毎年ですね、この集会で私たちの協議会の方から出しているんですけれども、こちらの授賞式を行わせていただきます。これはですね、実は先ほどもブリサンさんちょっとおっしゃいましたけど、ミャンマーに関してはですね、軍事クーデターの後、いわゆる人権非難決議、これが国会で通ったのですが、通った後でですね、現実に今ミャンマー軍はさらに弾圧をずっと強めていますけれども、それに対してはほとんど有効的な手段を国会は取れておりません。そのことを込めてですね、今回の人権賞をですね、ミャンマー、いわゆるビルマですね、ミャンマー、過去ビルマの民主化のために戦う全ての人々のために、受賞したいと思います。2021年度アジア人権賞表彰状、ミャンマービルマ民主化のために戦う全ての人々へ。ミャンマーにおける軍事クーデターは、背後にいると思われる中国の存在を含め、これまでの民主化の尊い歴史を踏みにじるものです。軍による弾圧が続く中、さまざまな形で民主主義を守るために戦っている全てのミャンマーの人々の勇気に敬意を表し、ここにアジア人権賞を受賞します。2021年11月13日アジア自由民主連帯協議会会長ペマギャルボ、そしてミャンマーのですね、民主化運動をしておりますラインマンさん、前の方に来ていただきました。ライマンさんは党協議会の、理事を務めておられまして、ミャンマーのですね、ビルマのアラカン州というところの出身です。そしてこの日本においてもですね、民主化運動を継続して戦われてこられています。ライマンさんに拍手をお願いいたします。ライマンさんにもお話をですね、またゆっくり伺う機会もあると思います。今日はどうもありがとうございました。それではですね、最後に総会会長のペマギャルボより、本日の総括とですね、そして閉会の挨拶を行わせていただきます。ではペマ会長、よろしくお願いいたします。この会は2008年に当時関岡先生と関平さんと、それからイリハンさん、それまで1965年から私一人でいろいろやっておりました。でも先ほどありましたように、ちょうど私が日本にチベットの問題なんか訴えている時には、ちょうど文化大革命が始まった頃です。1967年から77年まで文化大革命になりました。その時日本において若者は逆に毛沢東の格好したり、あるいはその大学生の子もですね、毛沢東思想に染まっているような、そういう時代でありました。ただ幸いのことに、その時はまだ日本全体としては中国のことを中共と言って、共産主義に対してはかなり厳しい目で見ているような環境がありました。そのおかげで、いろんなところで一応話す機会がありました。私からすると、こうやってチベット問題を世界に一番広めてくれているのは中国自身です。特に1989年の天安門事件、あれを境にして世界の人たちが、それまで私たちが訴えてきたことを信用するようになりました。それからもう一つは、中国の民主化の人たち、こういう人たちが自国がやってることを恥じるようになりました。そして彼らが私たちと一緒に戦ってくれました。チベット、ウイグル、モンゴル、かつてはカマルボイス、共同の声ということで1970年代から一緒にいろんな行動してきましたけれども、特に
アメリカの議会をはじめとしてヨーロッパの議会が私たちに目をある耳を向け始めたのは多分その中国の天安門事件以後国際的な大きな、認知度が高まったと思います。それと同時にこの89年にダライ・ラマ法王がノーベル平和賞をいただきました。この辺からですねチベット問題あるいはその他中国の中で存在するさまざまな問題に対して人権問題に対して世界が少しずつ目覚めるようになったと思います。今日加瀬秀明名誉会長からも習近平のお名前をこう書いていただいて多分彼が今の中華大帝国の幕引きをする役割を果たすような運命があるというようなお話がありました。まさに本当にそうなってほしいと思います。ただこの会ができたのはチベット問題、ウイグル問題あるいはモンゴル問題あるいはその中国内における民主化問題だけではありません。ですから私たちはあえてアジアということを強調しました。残念ながら今特にアジアにおいてはまだまだ民主国家はほとんどありません。インドが一番僕はマシだと思います。だけどそれは多分ある意味ではですね英国の植民地時代において少なくても法律とかそういうことを制度化されました。独立以来今日までクーデターも一回も起きていません。民主的な方法でインドは政権を交代したりしております。日本もですねアジアの中では民主主義の浸透は極めて高いと思います。ですから私たちはこうやって皆さんの前で話すことができているんです。その時代その時代において急を要するもの今日グリスタンさんから本当にですね彼女の話すといつも僕は泣いてしまうんですね。切実な訴えがありました。今アフガニスタンも仏教文化でアジアなんです。スタンとつくのはもともとウルド語で国とかで意味です。ですからこのアフガニスタン問題も今私たちが本当は注意をしなければなりません、近々できればこのアフガニスタン問題についても勉強会をやりたいと思っております。なんとなくですね今やっぱり問題がさっきから言ってるようにもう全然絶えないものですから三民族の問題ばっかりこの会でやってますけれどもしかしそういうそのアジア全体の問題に対してもこれからも勉強会とかやっていきたいと思います。で今日は特に中華思想に対して中華という言葉の概念に対して酒井先生が講演していただきました。私はもちろん自分の大学の恩師たちあるいはその自分を日本に呼んでくださった多くの日本の方々にお世話になりました。しかし思想的にある意味で私の寄り所は酒井先生です。酒井先生の私からすると思想哲学的というか物事を見る力というかもう本当に私は1980年代の初め頃からずっとお世話になってきました。いろんなことを学びました。例えばチベット人でありながらチベットのこともたくさん酒井先生から学びました。中国の中で我々が 25% を占めているというようなことをですねチベットが大きいということは知ってましたですよ。だけど中国の 25% を我々が占めているとそれを比較するような発想というかそういうことは先生からいただきました。また孫文が巻いた癌中華思想これについても先生から学びました。それから先生は
かつては、まあ、今もまだありますけど、チベット問題協議会、あるいはチベット自由協議会、日本において東大の国家公民、東大の教授でありながら、私たちで非常にデモに参加しました。いろいろ私たちに同情してくださる先生たくさんいらっしゃいます。だけど東大の教授であって現職の方が私と一緒に行動してくださったこと本当に感謝しています。今日の講演会も含めてこの場を借りて坂井先生に心から御礼申し上げたいと思います。これからも先生がまたご指導を受けていかなければなりません。それで今日女性3人が一生懸命訴えました。まあ、私たちは多分ね、民族とする人類につながっているのはお腹、お母さんと私たちにつながっているおへそだと思いますよ。そのおへそをですね、今中国が侮辱しているんです。あるいは消そうとしているんです。そのことは今日ものすごく私たちにですね、ここで学んだと思います。チベット問題に関しては特にその女性に対してどういう残酷なことをやったかということに対してはアマーデの5本アマーデ戦士というなんか日本語にも翻訳されております。アデタコンさん、アデの、はい、アデタコンさんさん、アデタコンさん、そうそうそうです。私と同じふるさとの人です。比較的に今チベットに関しては資料多い方です。モンゴルに対しては、まあ、ヨーカイヤ先生、それからもちろんモンゴルに対してはですね、私、まあ、ここで言うのもあれだけどいろんな訴え方があったと思います。それはやはりですね、スチンズさん、今日ここに皆さんが出ていかにですね、中国がいろんな形で私たちの活動を邪魔するかということを皆分かっていると思います。香港の人にしても中国民主化の人にしてもみんな本当に命がけです。で、スチェントさんという方はやはりですね、1980年代の頃からバトルキーを引きながら今のモンゴルの状況に対して一生懸命訴えてきました。もちろん誰かの民族、チベットのことはチベット人がやるのは当たり前です。それは全てのチベット人の権利でもあるし義務でもある。同じようにモンゴルのミルもそうです。私たちが主体性を持っていなければなりません。ただそれと同時にですね、私たちが今抱えている問題は人類共通の課題だと思います。今日坂井先生から1983年、ヤマト族ということを中国で使われたという話がありました。で、後でそのニュースがもしかしたらフェイクだったというようなことも作り比べられたと思うんですけど、私の記憶ではですね、ちょうど1980年代において民族画報という中国の雑誌で、そこにですね、ヤマト族というのが初めて出ました。で、その時は僕は何かのどっかの、まあ、いずれにしても大きい新聞ではありませんけど、半分皮肉って日本人の皆さん、私たちとは同格になりました、おめでとうというようなことを書きました。で、その後ですね、その雑誌見つからないんですよ。多分やっぱりですね、中国政府が全部回収したか、最近手に入りませんけれども、要するに中国の潜在意識の中にはいずれ日本もあるということはですね、間違いないと思います。そのまま放置したら。それからもう一つ、中国の少数民族っていう本があって、それも僕どっかね、メモしたと思って最近一生懸命ああいうの見たんだけどちょっと見つからないんですが、その時の書き方はですね、例えばカチン族、中国国内に何名いるか、海外に何名いるかということを書いてあるんです。だからいずれは例えばそのカチン、あるいはマオ、この人たちは中国国内よりも東南アジアの国々にいるんですよ。で、当然ながらいずれ彼らはそれも大中華の一民族だから、我々は彼らも解放しなければならないというようなことを言うと思います。ですから、まあ、私たちはこの会
の目的として、その三民族に特定したことではなくて、アジアそのものの民主化、そしてもちろんそれ以外にもですね、人類共通としてのその人権問題、そういうことに対して、あのこの前三浦さんと古川さんともちょっと話したんだけれども、あの今の現状のことだけではなくて、やはりその民主主義の定義とか、あるいはその共産主義と民主主義の何か違いとか、民主イコール自由とかって、そういうことです。いろんなことを勉強して私たちは知的に武装しなければならないと思います。例えば香港の人たち、で香港の人たちも、あの一部の人たちは香港は中国の一部だから独立運動する資格なんかないということ、じゃあアメリカ合衆国はなぜ英国するから独立する資格があったんですか。当然ね、パキスタンからバングラデシュが独立しました。僕は大事なことは意思だと思うんですよ。そこの人たちの強い意思を持って、そして自分たちの幸せを追求する。だから私たちは少なくとも現段階において、私個人としては例えばチベットもですね、あの中国で一緒にいるのも下にいるのも難しいと思います。他の人たちも同じだと思う。ですので、あの私たちはこれからもこの勉強会継続的にやっていきたいと思います。で今日はあの特に、中国の民主化の方、あるいは民主主義運動一生懸命、今最近はですね、あの楊先生、それから劉先生、中国の女性でもですね、あるいはもちろん昔からですね、台湾独立の王政、そういう女性の方々たくさんいらっしゃいますけど、ちょっとまあ私たちの不手際というか、特に私の責任ですけど、中国の連絡を取ることができなくて出席できませんでしたけれども、少なくとも今日ここの前に出て話してくださった3名それぞれに対して心から感謝申し上げたい、そうするとあなたたちの勇気を称えたいと思います。まあ、それぞれ本当にですね、今自分の親戚家族の人間全部ある意味では一人質になってますよ。今日ここにいる人たちみんな一人質になってる。でここにいなくてもですね、まあ、普段活動している人たち一人質になってます。それから岸田新政権は一応公約通り、あの人権担当補佐官を任命してくださいました。これから私たちはそれをフルに活用できるように、私たちの方からも積極的に働きかけをしなければならないと思います。ですから、まあ、あの日本もですね、少しずつですけれども多分あの前進はしてきていると思います。僕は50何年間日本に来て、少しずつ、まあ、例えばですね、今回国会で非難決議通れなかったけど、そこまで行ったってこともですね、今までの皆さんそれぞれのここにいらっしゃる方々の後押しもあって、その成果だと私は思っています。大事なことは私たちはとにかくあのアジア全体が自由で、そして民主的な社会になるので頑張るということを申し上げて、まあ、あの今日本当にですね、皆さんいろいろ計画とか大事なことあったでしょうけど、これだけの皆さんが来てくださったことに対しても感謝申し上げたいと思います。それからもちろん私と一緒に一生懸命やってきて、まあ、私の場合にはほとんどあの名誉職みたいで、実際はですね、あの三浦さん、古川さん、そして副会長大地さん、大台さん、あるいはそのさやかさんとか、まあ、一生懸命ですね、やっている方がいますので、皆さんから彼らにも励まして、そして彼らに協力していただければと思います。まあ、彼らに対しては僕はここではお礼言いません。お礼言ったらキリがない。むしろですね、これからも一つよろしくと頑張ってくださいということを申し上げて、多分その、時間内に終わりにしなければなりませんので、私の最後の閉会の言葉と皆さんに感謝の言葉に返させていただいています。どうもありがとうございました。はい、これが最後にですね、
アジアの民主化を促進する第11回東京集会の、決議文案を導入させていただきます。ミャンマーのクーデター、アフガニスタンでのタリバン政権の出現など、現在アジアの民主主義は様々な危機にさらされている。この問題の中心にあるのは、中国共産党独裁政権がますますその悪しき影響力を国際的に強化していることである。現在の中国国内では、本日チベット、ウイグル、南モンゴルの女性証言者が訴えたように、明らかなジェノサイド政策が各民族に対して行われている。これに対しては国際社会で様々な抗議や告発の声が上がりつつあるにもかかわらず、中国政府は全くその声に耳を傾けず、ジェノサイド政策を継続して始め、世界的にも独裁政権を支援し、覇権主義によって世界の平和を脅かすとともに、国内でジェノサイド政策を行っている中国の首都北京で、来年2月には北京オリンピックが開催される予定である。しかし、平和と差別なき世界を目指す本来のオリンピック精神からすれば、いかなる意味でもこの開催は正当化されるものではない。日本国政府並びに国会議員諸氏は、次期国会にて先の国会では不成立に終わった人権非難決議を直ちに成立させるとともに、人権なき状態での人権改善なき状態での北京オリンピック開催に対し、堂々と抗議の声を上げるべきである。また私たち国民も、自由と民主主義、そして民族自決権の価値を普遍的なものとして尊重し、そのアジアにおける実現を目指して今後とも戦い続けることをここに誓う。2021年11月13日、アジアの民主化を促進する東京集会参加者一同でございます。もし、異議のない方は拍手にてご承認ください。それではですね、本日は長いこと、皆様お疲れ様でした。これにて集会を閉会させていただきます。どうもありがとうございました。